国際原子力事象評価尺度原子力事故とは原子力関連施設での放射性物質や放射線に関係する事故のこと。放射性物質や強力な放射線が施設外へ漏れ出すと人々の健康、生活や経済活動に大きな被害をもたらす。原子力関連施設内での事故であっても放射性物質や放射線の漏出に全く無関係な事故は 原子力事故とは呼ばない。原子力発電所などで事故が発生した場合には、国際原子力事象評価尺度による影響度の指標が、レベル0からレベル7までの8段階の数値で公表される。本項目では、INES レベル4未満の事象も含めて記述する。1970年代以降、レベル4以上の事故は7年以内の間隔で起こっている。 日本の原子力関連施設では、放射性物質が、環境中へ放出されて、公衆の健康を害する恐れが生じた場合やそれ、以上を、事故と呼び、そのような状況に至らない、施設内での不足の事態は、異常事象と呼んで区別している。INES レベル7の事故福島第一原子力発電所炉心要有、水素爆発事故2011年3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震により、東京電力福島第一原子力発電所で電源喪失。溶融が発生、水素爆発により原子炉建屋が大破した。初の原子力緊急事態宣言が発出され、周辺半径2 0トルの住民には避難指示が出された。経済産業省原子力安全、保安院は12日。 国際原子力事故評価尺度の暫定値で局所的な影響を伴う事故とするレベル4にあたることを明らかにした。東海村 j c o 核燃料加工施設臨海事故と同レベル。経済産業省原子力安全保安院は1から3号機の事故の深刻さを示す国際評価尺度を8段階のうち3番目に深刻なレベル5にすると発表した。 その後、同年4月12日、経済産業省原子力安全保安院は、国際評価尺度の暫定評価を、レベル7にすると発表した。INES レベル4の、事故 INES レベル3以下の事故その他の事故、原子力潜水艦などの事故について、解説する。旧ソ連ロシア級の名前は NATO が命名。本当の名前は、当時最高機密事項だったので、 旧ソ連海軍であっても、NATO 名で記載する。深さは沈没した潜水艦のいる場所の深さである。アメリカ合衆国核実験や軍需工場の事故の影響で広範囲に放射能汚染が発生した事例を記述する。事故が物語上の一エピソードとして扱われる作品も含まれている。ありがとうございます。